地雷警告標識の一例地雷原は、地雷が広範囲に埋設された地帯を言う。地雷は、基本的に前もって不設することで、敵の軌道を妨害し、また、物的被害を生じさせるなどの効果を得ることができ、そして、主に殺害よりも、敵部隊を負傷させ戦闘力を減衰させることを目的とした兵器であり、しばしば大規模かつ組織的に不設される。これを、地雷原という。 現代の陸戦を遂行するにあたって、不可欠なものであり、地形、地勢や野戦追記、部隊との位置関係などから考慮された上で、地雷原は敷設され、その戦術的な性格は、自衛地雷、原、戦術地雷、原、天地雷、原、阻止地雷、原、疑似地雷原に区別される。地雷原は一度敷設されたら味方にも危険であるために、敷設する公平部隊は、 厳格に記録を取り、情報を全軍に知らしめる必要がある。ただし、散布型地雷原については、個々の地雷の位置まで記録することは、ほぼ不可能であるので、散布した地雷の種類及び伏設した地雷、原の探点の情報を保管し、将来に活用する。作戦、戦闘が終結した後に、地雷原は、記録を活用して地帯なく撤去される。しかし、 管理がずさんな軍隊、武装勢力が無秩序に散布した地雷原は記録がないことも多く除去が困難である。その結果、戦争により荒廃した地域の復旧を遅らせる原因ともなっている。もともと地雷という言葉が比喩的に踏んではいけないものという意味合いで使われることがあるが、いわゆるブラック企業の多い業種などその地雷に当たる確率の高いものを比喩的に 地雷、腹と呼ぶ場合がある。ありがとうございます。